はいどうもこんにちは、ジェット大介です。じゃーん富士フ,フィルムの XE3。これは私ね、去年の年末に中古品がすごい安くなってるということで購入したんですけども、今、キャッシュバックキャンペーンを新品でやっておりまして、新品で買っても、キャッシュバックとか、えー、購入したお店のポイントとか合わせると、ま、5万円切ってしまうところが出てきてると。僕、これはね、中古で買ったけど、それよりも、 今実質的には安く買える <laughs> そうなんですよいろいろポイントとかキャッシュバックを合わせるとね。ということで XE3 が先週からねすごく話題になってきておりますけどもじゃあこの XE3 を購入してからこのカメラのために何を買ったかと、まあ、いろいろひっついておりますよねこれ見た感じでもね。何を買ったかっていうのをね今日はお知らせしたいと思います。沼沼沼 まずは最初にですね、これです。これはですね、七高所セブンアルチザンズというね、えー、中国のメーカーのレンズですけどもね、35mmF1.2 ですよ。やばくないですか <laughs> 明るいんですよ。APS-C のカメラでも、ね、ちゃんとボケる写真が撮れるわけですね。そして次にですね、 また七光章なんですけどもね F1.8 というレンズですねまあこれも明るめの、えー、広角レンズでございますけどもねちゃんと撮れますはいマニュアルフォーカスですけどもね七光章の場合はですねはいそして次がですねパンケーキレンズなんですけどもこれはフィルターレンズというものですねえー、フィルターを2枚3枚かましてあるのか保護フィルターと それ以外は、えー、クロスフィルター,、えー、それからですね、ソフトフィルターをかますことができる、かませてあるわけですけどもね、まあ、実に軽くて、えー、ピントが固定式なんですね。だから映るんですみたいな映り方をするというね、そういう便利な、えー、軽いパンケーキレンズです。 はい、それからですね、1 8ミ、mm、リのレンズも買いました。こちらもね、まあパンケーキレンズといえばパンケーキに近いんですけどもね、XE3 につけた場合はちょっとでかく感じるかなというパンケーキレンズでありますが、絞り輪がついてるちゃんとね、それからフードが、付属のフードがすごくかっこいいと。 いうわけですねまあ、ただ私はですね小さく使いたいんでねフードは外して、えー、使うようになってしまいましたけどもねまあこれもねいいレンズですねはいそして2 7ミリのパンケーキレンズですこれはですね絞り輪もうついてなくてね本当に本当にパンケーキレンズという感じでですねまあコンパクトで扱いやすいわけですね非常に私は気に入ってしまいましたもう一番お気に入りのレンズです今のところ はい。そして 35mm の標準レンズ。これ F2 のレンズですね。えー、35mmF2 のレンズ。まあ 53mm 相当ですかね。標準レンズとして使えますね。まあこれまたね、写りがいいんですね。で、フードがね、付属のフードはねじ込み式のがあるんですけどもね、これね、ちょっと奮発してね、あの、別売りのフード。 まあこれも純正品なんですけど別売りのフード購入しましたまた、あ、これをつけるとかっこよくなるわけですけどもねまあそんなことどうでもよくて映りが非常にいい大好き大好きですはいそれからですねこれはグリップですねやっぱりね XE3 ちょっと小さいカメラなんで軽いレンズの時はいいんですけども 35mmF2 みたいな突出したレンズとかあとはねまあ後で紹介しますけどもライカの M マウントの マウントアダプターなんんかもあるんですね、えー、そういったものを使うとやっぱりこれはね、あのー、グリップがあった方がいいなとまあ純正グリップを買ってみましたが非常にお高いグリップなんですけどもねその分ね、えー、隙間なくぴったりとひっついてですね、あのー、なかなか使いやすいなとそういう感じがしております。 えー、それからマウントアダプターを購入しました。これはね、商店工房の、えー、ヘリコイド付きのマウントアダプターですね。まあ、他にはね、富士フィルムの、えー、純正のやつも買ってみたんですけどもね。あとはですね、あのー、シナさんも、えー、ヘリコイド付きのマウントアダプター出しておりますけどもね。まあ、それも借りて使ってみたりはしたんですけどもね。まあ、どれも、 まあ一長一短はありますよね。基本的にはシナさんはフォクトレンダーが付くことを前提にしたということだったんですよ。で、えー、じゃあ焦点工房はどうかっていうと焦点工房はですねちょっと中でつっかえてしまうレンズがあったりとかしましたね。あのライカのレンズとかつけるとね。じゃああの純正の X マウントアダプター富士フ,フィルム製のね純正のやつはどうかなって。これがですねねまたねあの 使えるやつがあったりしてね <laughs> まあ今のところはですね商店工房の、あのー、今写真をお見せしております商店工房のヘリコイド付きのアダプターで落ち着いております、えー、それからですね私このネックストラップショルダーストラップの類いはやめてリストストラップにしましたそれもですね取り外しが可能なすぐ可能なように三脚穴にねじ込むタイプの リストストトラップをつけております、まあ、以前ね GoPro でこのタイプを使っててね、まあ、非常に便利だったなということで、えー、こういうものにしましたはいそれからですね純正のフラッシュまあフラッシュはね付属してるんですよあのどういったものが付属してるかっていうとねこういうちっちゃいのが付属しておりますちっちゃいのが付属してるんですけどもね実際につけたところどうなるかっていうとですねカチャッとこういう感じになるわけですねもうなんか突っ張りみたいな みたいなね懐かしの突っ張りみたいなしかもこれプッとやるとこれで使えるんですよ。いきますよ。ピッあー目が目がーという感じになるんですけどもこれがですね使わないい非常にかっこ悪い <laughs> あのねカメラの格好ってあんまり気にしたことがないんですけどもでもねこうなんか。 趣味性の高いカメラじゃないですか。富士フィルムのカメラって。そうなってくるとね、格好も非常に気になってくるわけですね。これ付属のやつじゃなくてね、やっぱりちょっとかっこいいの欲しいなということでですね、別売りのこちらを購入しました。これね、意外に他のカメラでも発光したりしてね、ああ、なかなかだなぁと思うんですけどもね、電源入れますよ。電源オン。これね、エネループ、今単4。 2本入っておりますけども、NL ループでどれぐらいチャージができるのかなん今 TTL のこれあ、これね、あ、点滅し始めましたね。点滅し始めたら、点滅し始めで発光できるんですけども、どうも安定しない感じなので、えー、点滅終わった。まあ、このぐらいの時間がかかるわけですよ。初期の、えー、チャージにですね。ただ一回チャージしてしまえば、連続で、パッ、え、連続で、連続で撃てます。 うん。一回チャージしてしまえばってところなんですね。ここがミソでですね。じゃあフラッシュ発行したくない、したい、したくないし、したい、したくないを繰り返す撮影の時は、ちょっと困っちゃうなっていうのがある。やっぱりね、これ電源立ち上げてからのチャージがね、一発目が早いともっと僕は良かったなと思うんですけどもね。まあ、また改めてね、えー、レビューもしたいなと思います。はい。ということでね、えー、今日は、 この富士フィルムの XE3 を購入検討されてる方のためにこれ1台を買ってしまったがためにねどんだけの出費があったかどれぐらい沼が広がってるかっていう話をねいたしました本当にねこれはね安いからって買ってしまうとね沼の誘い水ですよほ <laughs> んとねキャッシュバック2万円したところでね富士フィルムさん元取れますよ僕だってもうすでに純正レンズ3本 これでしょそれからグリップでしょ買ってるんだもんね全部富士フィルム製品ですあそれからマウントアダプターねマウントアダプターこれこれですよ富士フ,フィルムのマウントアダプターこれも買ってる2万円キャッシュバックしたところで富士フィルムさん的にも全然元取れてると思いますよ皆さんこの沼深いです XE3 の沼めちゃくちゃ深いです気をつけてくださいということで、えー、私は今日も撮影を楽しんでこようかなと思いますはい Bye bye. bye, -bye.